バーを十字に掴みます。右手が上で、左手が下です。あ、そうです、そうです。こんな形。はい、大丈夫そうですね。はい、じゃあ足の位置をちょっと確認していただいて、まず静止の状態作ります。じゃあしっかり。はい、ゆっくり横の列を揃えるようにまっすぐ進んできてください。はい、そうです。ゆっくり横を揃えてください。はい、下がっていきます。はい、はい、横のラインを揃えて、同じような感覚で進みます。外側をですね、ちょっと四角形に回っていただくような形でいきたいと思います。どういった使い方ができるのか、どういったサービスができるのか、まあ、そういったところをですね、こうモデルとして発信していきたいなとは思ってますので、まあ、どちらか集大成というよりはこれからどう使えていくのかっていう実験の一つだと、まあ、私は思ってます。しっかりまっすぐ進んできてください。はい、ずっと進んでいきます。